それではよろしくどうぞお願いします。今年度の最後の経理記者会見ということでございます。先日3月7日に閉会しました令和4年度第1回栗原市議会定例会では、令和4年度当初予算をはじめ、各種議案について慎重に審議をいただきました。今回の令和4年度予算につきましては、私昨年の市長就任以来初めての予算編成でありましたが、市民の皆様とお約束しました各種公約につきまして、総合計画に基づき事業計画を立案し予算化をしております。令和4年度につきましても、コロナなかなか収束を見ないわけでございますが、アフターコロナからウィズコロナへと、社会情勢のさらなる変化も想定されますことから、スピード感を持って、市政運営に当たってまいりたいというふうに思ってございます。そしてまた連日テレビ等で、放送されてございますウクライナ関係でございます。ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が開始されて、多くの民間人にも被害が及び、紛争の被害を恐れる多くの人々が周辺国に避難し、難民となっている状況でありまして、ウクライナの人々に対する支援が必要であると連日報道されているようでございます。こうした情勢に対しまして、私たちも何かできることはないかという思いから、ウクライナの人々に対する支援のために、市役所各総合支所と本庁舎の社会福祉課窓口にウクライナ人道危機救援金募金箱を設置するとともに、市の職員も独自に募金を行うこととしております。ご協力いただきました募金につきましては、日本赤十字社を通じてウクライナ人道危機救援金としてお届けしたいというふうに思ってございます。また本日岸田総理の方も発言されているようでございますが、難民の受け入れ等についてでございます。市内の民間企業の方からも、難民との受け入れについての協力の申し入れ等がございますので、栗原市といたしましては、これまでも岩手宮城第二次地震、それから東日本大震災、この2度の震災において世界中からたくさんの温かいご支援をいただいているというふうなことでございますので、政府の方から要請があれば、市としても避難民の受け入れについてしっかり検討してまいりたいというふうに思ってございます。それでは本日3件の項目でございますので、それぞれの項目について説明をさせていただきます。はじめに新型コロナウイルスワクチンの接種についてでございます。現在栗原市では3回目接種の接種券について2回目接種から6ヶ月経過を目安に接種券を発送しておりまして、昨日3月14日現在の3回目の接種率は 36.9% となっております。なお現在はファイザー社製のワクチンを使用しておりますが、国からのワクチン供給状況によりまして、3月の28日からは、武田モデルナ社製に切り替わることとなりました。また、5歳から11歳の小児への接種につきましては、ワクチン供給が限られていることから、年齢が上の児童から段階的に接種することとして、お手元の表に記載してございます通り、9歳から11歳までは接種券を発送済みというふうなところでございます。なお昨日3月14日現在の申し込み率でございますが、11歳につきましては予約状況でございますが、11歳につきましては 56.5%、 9歳から10歳は 35% となってございます。
それで、お子どもの皆さんへの、お願いですけども、このチラシ、市のコールセンターの番号でございます。4月1日からは変更となりますので、チラシの下段に記載しておりますので、新聞紙面等に訂正する場合につきましては、4月1日から、コールセンター新しい番号となるというふうなことで、ご掲載をお願いしたいというふうに思ってございます。また、本日の資料にはございませんが、3回目接種の対象者は現在、18歳以上の2回目接種完了者となっておりますが、国から、先週金曜日の3月11日に12歳から17歳まで、対象者を拡大することも考えられますので、考えられるので、準備をされたい旨の、事務連絡が発出されてございます。このために栗原市医師会など関係機関と協議を進めて、接種体制を、構築してまいりたいというふうに考えて、ございます。次に2つ目の仙台トヨタ株式会社様からの車両寄付についてでございます。仙台トヨペット株式会社様では、美しい蝶とその発生関係環境を、後世に残していくため、パピオングリーン基金を設立され、環境に優しいハイブリッドカーを販売するもとに、基金を積み立てし、県内の各自治体にハイブリッド車を寄贈されております。今回栗原市に対しまして、ハイブリッド車アクア1台をご寄贈いただくもので、明日3月16日午後2時から贈呈式を行うこととしてございます。それから3点目の令和3年度栗原市優良工事表彰についてでございます。栗原市では平成30年度から、施工技術及び工事の品質向上に資することを、目的といたしまして、市が発注した工事において、特に優良な工事を施工した、市内の建設業者を表彰しております。対象となる工事は令和2年度に完成した工事で、行方金額が500万円以上、工事成績調書の総合点が80点以上のもので、今回は、資料になりますとおり、12件の工事を、表彰することとしてございます。表彰式は3月18日金曜日午後2時から、市役所2階講堂で、行います。私からはこの3件についての説明は以上となります。